皆さんこんにちは、私は、看護医療学部と大学院の健康マネジメント研究科で精神医学そしてまた医療マネジメントに関して、教育研究に携わっています。一方で、この福沢研究センターの所員として慶応義塾の歴史についてもいろいろと学んできました。今日はその一端をお話をしたいと思います。慶応義塾の塾歌が完成したのは昭和15年秋、そして翌年16年の1月10日に福沢先生誕生記念会において披露されました。それまでの旧塾歌に対して新しい塾歌を作ろうとし始めたのは大正15年。以来、塾生への懸賞募集、歌人与謝野博への依頼、堀口信夫への依頼などがなされてきました。しかし満足のいく歌手は得られません。そして昭和8年に塾長に就任した小泉進三の意向で新たに作詞を託されたのは富田正文でした。富田正文は福沢諭吉伝や続福沢全集などの編纂を経て当時慶応義塾の職員をしていました。石川寛明の後を継ぐ慶応義塾一の福沢研究者の富田さんが託されたのです。今回の展示には完成時の楽譜、そして富田先生が最晩年に記した10歌の歌詞が展示されています。なぜ慶応4年5月15日を取り上げた企画展に10歌に関する資料が展示されているのでしょうか。その謎を解き明かしたいと思います。その秘密を明らかにする鍵は歌詞にあります。まず1番を見てみましょう。見よ風になる我が旗を、虹を擁する暁の嵐の中にはためきて、文化の守り高らかに貫き立てし誇りあり、立てんかなこの旗を、強く大しく立てんかな、ああ我が義塾慶応慶応慶応。さてこの見よ風になる我が旗をの旗とは何でしょうか。これはブルーレッド&ブルーの三色旗、10旗を指しているのでしょうか。10旗ではありません。では昭和15年という年から想像すると日の丸の国旗でしょうか。国旗でもありません。富田は1番の説明で慶応4年5月15日のエピソードを指してこう記しています。我が国の学問の名脈を維持し日本文明の旗印を守ったのは実に我が慶応義塾あるのみであった。福沢先生がこの時在塾わずかに18名の青年学徒に向かってこの塾のあらん限り日本の文運未だ地に落ちず諸君それ務めよと鼓舞激励した事実は我が国の学問教育の歴史の上に誇るべき話柄であると、こう述べ1番はこのことを記したと記しています。この時の情景を福沢先生は福王寺伝で語っています。この展示は、福王寺伝の原稿ですけれどもちょうどその上野の戦争の部分を示しています。読んでみましょう。帰り見て世間を見れば徳川の学校はもちろん潰れてしまい、その教師さえも行方がわからぬくらい、まして維新政府は学校どころの場合ではない。日本国中いやしくも書を読んでいるところはただ慶応義塾ばかりというありさまで、その時に私が塾の者に語ったことがある。昔々ナポレオンの乱にオランダ国の運命は断絶して、本国はモースに及ばず、インド地方までことごとく取られてしまって、国旗を上げる場所がなくなったところが世界中わずか1箇所を残した。それはすなわち日本長崎の出島である。出島は年来オランダ人の居留地で、欧州平乱の影響も日本には及ばずして、出島の国旗は常に百尺竿燈に変遍して
オランダ王国はかつて滅亡したることなしと今でもオランダ人が誇っている。してみるとこの慶應義塾は日本の洋楽のためにはオランダの出島と同様、世の中にいかなる騒動があっても変乱があっても未だかつて洋楽の名脈を絶やしたことはないぞよ。慶應義塾は一日も休業したことはない。この塾のあらん限り大日本は世界の文明国である。世間に頓着するなと申して大勢の少年を励ましたことがあります。こうあります。これでお分かりになったと思います。見よ風になる我が旗をの旗とはこの場面を象徴して語っているのです。オランダがナポレオンの時代にも出島にだけはオランダの旗が翻り、国の名脈は途絶えることがなかったと誇りにしている。ちょうど自分たちはそれと同じような存在だ。先人たちが格闘して切り開き発展させてきた日本の洋楽、その洋楽の名脈を絶やさないぞという気概を表しているのです。もう一度1番の歌詞を見てみましょう。今度は歌詞の情景が浮かんでくると思います。見よ風になる我が旗を、新上をする暁の、江戸時代の封建時代の最後に新しい時代が近づいてきて暗闇が明けようとしています。嵐の中に旗巻きて、つまり幕末維新の動乱の嵐の中で文化の守り高らかに貫き立てし誇りあり、立てんかなこの旗を強く大しく立てんかな、日本の蘭学洋楽の名脈を絶やさずに守っているのが自分たちだと、その気概が伝わってきます。2番の歌詞もこの時の気概が描かれています。今日はそのうちの一部だけをご紹介しましょう。2番の歌詞を見てみましょう。行け限りなきこの道を、極めていよよ遠くとも、我が手に取れるかがり火は英知の光明らかに、行く手正しく照らすなり、行かんかなこの道を、遠く遥けく行かんかな、ああ我が義塾慶應慶應慶應。このうちの我が手に取れるかがり火はのかがり火も福沢先生の文章にある言葉です。福沢先生は洋楽の名脈を保ったエピソードを大切にして生涯慶應義塾の節目節目で語りました。その一つが気品の宣言、知徳の模範、全社会の先導者という言葉が締めくくりに出てくる慶應義塾の目的についての演説です。これは常設展の方に展示されている慶應義塾の目的の書です。これはその演説の締めくくりの部分ですけれども、この演説の中で次の一節があります。四面暗黒の世の中に一人文明の許可を転じて方向を示し、百難を犯してただ前進するのみ、兵馬相乗の前後に旧幕府の洋学校は無論、他の私塾家塾も徳すでに廃して後をとどめず、新政府の学事も容易に起こるべきにあらず、いやしくも洋学といえば日本国中ただ一所の慶應義塾、すなわち東京の新鮮座塾あるのみ、こう演説で語っています。そしてすでにご紹介した長崎出島のオランダ国旗のエピソードを紹介してこう結んでいます。同志の死は、同じ志の死はこれらの故事を物語して、我が慶應義塾はオランダの国旗を翻したる出島に異ならず日本の学脈を維持するものなりと、と語りました。この四面暗黒の世の中に一人文明の許可を転じて方向を示しという一節の中にある許可、かがり火が2番に使われているのです。さて富田さんが塾歌を作詞した時代を考えてみましょう。昭和15年は軍国主義の風潮が強くなってきました。慶應義塾は西洋文明を導入した福沢諭吉の学校、自由主義の学校として軍部やその周辺からさまざまな言いがかりをつけられるようになっていました。例えばこのステンドグラスも言いがかりをつけられました。これは封建主義を象徴する日本の侍が馬から降り、
文明主義を象徴する女神を迎える構図です。日本の侍が西洋の女性に屈するとはけしからんというわけで言いがかりをつけられました。当時の風潮を塾の職員であった今野和七さんはこう記しています。どこからともなく福沢攻撃、福沢思想の抹殺論が強力に流布された。新聞雑誌上ではないが、流言は流言を読んで、慶應義塾出身者にとってはどうにも気になることで、日常の生活にも差し響きを感じるという情勢であった、まあ、こう記しています。まあ、このように慶應義塾は難しい立場に置かれましたが、毅然とした姿勢を崩しませんでした。例えば思想を理由に文部省の思想局がこの教員を処分を求めるということがありましたけれども、最後まで拒絶し通しました。それどころか他の大学を思想の問題で追われた教授にもこの図書館を利用できるようにしました。その様子を探ろうとする私服刑事が図書館脇の杉の木の陰に身を潜めていることもあったといいます。西洋流の自由主義を大切にした慶應義塾の人々にとっては、塾家が作られた時代はまさに四面暗黒の世の中でした。その中で慶応4年5月15日のエピソードを呼び覚まし、慶應義塾の主義を絶やさないぞという気概、軍国主義の真っ暗闇な時代にも文明のかがり火を灯し続けようとする気概がこの塾家には込められているように思います。そう思うと、厳しい立場に置かれていたにもかかわらず、このような塾家を作った作者の富田正文の勇気、そして富田さんを信頼した小泉進三先生の気概に深い感慨を覚えます。塾史展示館のある旧図書館の建物は、戦時中は、文部省がこの本は廃棄せよと、言われた、突きつけてきた本を廃棄せず、そして他大学を追われた学者にも、利用ができるようにした、そういう空間です。ぜひ皆さんもこの空間の塾史展示館、その企画展を通じて慶応4年の情勢と塾家の作られた時代の状況を重ね合わせながら、塾家の歌詞の、情景を思い浮かべてください。新たな発見があると思います。